皆さんこんにちは。岡山には JR 西日本と JR 四国の境界駅であります岡山県小島駅に来ております。今回なんですけども、今から東京に向かいます。この時間帯から向かうということで、寝台特急サンライズ使って東京に行きます。で、今回利用するのね、小島から乗るということで、高松発東京行きの寝台特急サンライズ瀬戸号に乗ることになります。次の岡山駅で出雲市からやってくるサンライズ出雲号を連結して、岡山からは14両編成で、ね、東京駅に向かうといったような感じになるんですけども、実はね、この小島駅っていうのは岡山県なんですよね。それはもちろんね、そうなんだけども、岡山県の倉敷市になります。なんかこれすごく違和感を感じるんですけども、僕だけですかね、これも毎回言ってると思うんだけどね、小島から動画撮るとき、岡山県倉敷市の小島駅なんだよね。で、サンライズ出雲号が通ってくる倉敷駅っていうのももちろんあり、そっちもね、倉敷市になります。つまりね、この倉敷市に関しては寝台特急が1日上り下りで4本来ると、そんな感じになってるんですよ。結構面白いですよね。で、サンライズ瀬戸号はこの岡山県倉敷市の小島駅を22時1分に出発するんですけども、サンライズ出雲号は岡山県倉敷市倉敷駅を確か22時20分とか、なんかそれぐらいに出発だったと思います。はい、なので15分ごとにね、倉敷市から東京方面に寝台特急が出てると、無理やりですけどもね、そう解釈することもできます。はい、そんなわけで今回なんですけども、小島からね、寝台特急サンライズ瀬戸号ですね、高松からやってくる列車使いまして東京まで向かいます。小島から東京まで寝台特急サンライズ使うと、だいたい9時間ぐらいの乗車になるのかな。明日の朝7時8分には東京駅到着ということで、今日はね、簡単にサクッと動画撮っていけたらいいかなというふうに思います。というわけで改札の前にやってきました。電光掲示板に表示されています。岡山の真ん中が東京なんですよね。で、一番下も快速マリンライナーですから岡山です。22時1分発サンライズ瀬戸号東京行きに乗ります。というわけでホームに上がってきました。一番線には普通列車岡山行きが停車中ですね。サンライズ瀬戸号なんですけども、おそらく小島駅には21時59分とか22時頃に到着します。この駅はね、 JR 四国と JR 西日本の境界駅になりますから、乗務員さんとかもね、ここで交代なんですよね。なので、それなりに停車時間というのは用意されています。で、小島駅の改札の外にセブンイレブンがあったんだけども、夜の9時までしか営業していないみたいなんで、その辺はね、ご注意ください。今回も僕晩ご飯食べてますしね、飲み物も持ってるんで、特に買う必要はありません。明日東京には朝7時8分に到着します。若干遅れて寝台特急サンライズ瀬戸号東京行きが到着です。285系7両編成です。いや、小島から乗るのはね、初めてなんで、すごい違和感があります。シャワーカードまだあるんかな、ちょっと気になりますね。今回ソロなんで、瀬戸号の10号車に乗ります。小島駅を出発です。シャワーカード見てきたんですけども、しっかりと売り切れてましたね。いや、すごいね。今日満席満室なんで、サンライズ、当たり前っちゃ当たり前と思うんだけど、今温泉入ってきたんでね、特に問題ないです。というわけで今回は10号車の2番個室になります。冗談ですね。もう先ね、小島駅で JR 西日本の方に検察は済ませてもらったんで、部屋入ったらすぐ寝る準備あります。次の岡山で出雲号を、連結します。こちらが今回のお部屋です。ソロの、一番好きな冗談取れてます。サンライズ瀬戸号の高松発の場合は、ブラインドすべて閉まった状態で入ってきます。これある意味、プチ情報というか、豆知識ですね。どうでもいい話だと思うんだけど、瀬戸大橋線を、いいスピードで走ってます。今ね、多分2分ぐらい遅れてると思うんだけども、次の岡山駅でサンライズ瀬戸号っていうのは10分ぐらい停車時間があるんで、サンライズ出雲が遅れてなかったら、岡山から先は定刻通りになるでしょうね。てか、大体ね、経験上東京行きの場合は20分ぐらいの遅れ、岡山の時点で20分程度の遅れとかだったら、JR 東海管内とかで回復できるんで、朝東京到着する頃にはね、定刻に戻ってるっていうのが、いつもですね。夜行列車のいいところは、完全個室なんでね、伸び伸び座席以外に関しては、電気消してね、外の景色をゆっくりと眺めることができます。
もうね、正直あのサンライズ動画上げすぎてね、もうネタ切れ半端ないんですけども、まあ、それでもね、結構面白いって言ってくれる方が多いですし、毎回撮ってほしいって言われるんで、まあ、一応撮ってるんですけどもね。同じような流ればっかりで申し訳ないけど、まあ、たまにね、アクシデントに巻き込まれたりもするんで、やっぱ撮っちゃうんですよね。にしても最近のサンライズの人気っていうのは本当すごいよね。もう平日とか関係ないぐらい混んでますからね。なかなかその自分の乗りたい個室っていうのがね、取れないんだよ。僕はね、このソロの上段個室っていうのがサンライズ全ての設備の中で一番好きなんで、まあ、こう取れたらもう大満足なんだけども、やっぱソロの個室に関しては瀬戸出雲で1両ずつしかないんで、部屋数も少ないんですよね。でも一番安い9900円で寝台料金、特急料金ですからね。それ以外の寝台個室とかになると全部1万円以上するんで、伸び伸び座席プラス6000円ぐらいでね、寝台個室ソロを利用できるんでね。伸び伸びはちょっとね、結構辛いんだけども、腰が痛くなったりしてね、もうソロだったら何のあれもないです。もうこれで十分、そんな風に思う今日この頃です。瀬戸大橋線を走ってきましたけども、列車岡山に到着です。岡山からは山陽本線に入り、神戸まで走ります。で、神戸からは東海道本線ですね。さすがの岡山、駅周辺もかなり立派です。お、213系ですね、が止まってます。奥には特急潮風。この時間だったら松山は多分行かないよね。伊予西条駅かな、8000系。お、黄色い車両、これ岡山地区を走っている111系。この列車は普通列車、宇野行きか、宇野港線に入る列車ですね。もうね、ほんと新しい車両からね、古い車両までいろんな車両を見ることができますし、特急列車の数もかなり多いんでね、岡山と京都はね、ほんと面白いよ。サンライズ瀬戸号は前寄りの7両になるんで、岡山駅ではかなり前の方に停車します。この後ね、後ろから出雲号がやってきて、ガッチャンコですね、22時34分に岡山を出発です。10分ぐらい止まるんで、岡山駅のセブンイレブンとかに買い物行ったりすることもできるし、まあ、もちろんね、連結シーンとか見たいんだったら、そういったのね、見に行くのもいいと思います。僕はめんどくさいんで部屋の中にこもっておきます。定刻22時34分になりました。岡山駅を出発です。今日ソロ個室ね、ちらほら空いてるんだけど、まあ、この先姫路、三宮、大阪から乗るでしょうね。本日満席、満室でしたから。大阪、東京でサンライズ使う人もね、思ってる以上にね、いらっしゃるんですよ。結構多い時とか、ほんと5、60人ぐらい乗ってくる時もありますからね、大阪から。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号、サンライズ出雲号、東京行きです。止まります駅は姫路、三宮、大阪、静岡、富士、沼津、熱海、横浜、終点東京です。列車は前から14号車、13号車の順に、一番後ろが1号車です。はい、ということでですね、今ちょっとね、友達と電話してたんで、今の時間は11時10分とかですね。どうしようかな。まあもう寝たいんだけども、今日ちょっとあれですね、たまには大阪駅で11番ホームこっち側で、ちょうどね、いい側の方にいるんで、大阪駅でどれぐらいの人が乗ってくるのかっていうのをちょっと、動画で紹介しようかなというふうに思います。はい、で今11時10分なんで、大阪駅到着0時半なんで、あと1時間20分ぐらいありますね。それまでは寝ます。はい、ちょっとずつね、テイストを変えてやっていきます。着替えたわけですけど、浴衣方も結構いいんだよ。ゴムもね、割としっかりしてるんで、2回くくると朝起きても脱げてません。というわけで、ちょっと大阪駅までスキップします。
しっかり起きました。列車は0時31分、大阪駅に到着です。定刻通り運転しています。果たして大阪から乗る方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。今ホームにいる人はね、基本的に大阪から乗る方です。お、やっぱり多いね。ざっと見た感じ、30人から40人ぐらいは多分いるんじゃないですかね。大阪から乗っても、高松から乗っても、出雲市から乗っても、寝台料金っていうのは変わんないですからね。というわけで、列車は大阪駅に到着。すご。僕はね、大阪からサンライズに乗るってことはあんまりしたことがないんで、多分片手で数えられる程度かな。4、5回とかしか多分ないと思います。はい、まあそんなことはさておき、もうね、寝る準備とかもできてるんで、もう僕は今から寝ます。はい。まあこんな感じでいいでしょうか。ということで、明日は朝何時に起きようかな。まあ6時から6時半か、まあそれぐらいに起きれたらいいかなと思います。じゃあ寝ます。おやすみなさい。おはようございます。列車はただいま東海道本線大船駅付近走行中です。ただいまの時刻6時32分とかですね。あと列車40分ぐらいで終点東京に到着。本日は定刻通り運転してくれてます。いやー、よく寝ましたね。大阪駅を出て6時間ぐらい経ちましたけども。まあ、すっきりしてるって感じです。あと横浜までも15分ぐらいかな。今日はね、日曜日なんで、列車の本数も少ないですからね。通勤ラッシュとかでもないですし、すごく穏やかな朝を走行しています。普通列車1本抜くんですね。上野東京ラインの列車、ただいま通過しているのが大船駅です。横浜着くぐらいまでね、ゴロゴロできますね。横浜出てからね、降りる準備とかすればいいと思いますよ。東京で降りる人は。はい、そんな風に思います。6時45分、列車最後の停車駅、横浜駅を出発です。今日は日曜日ということで、そんなにホーム上もね、お客さんいないですね。あと20分で終点東京に到着。横浜でいるとね、進行方向左側に座っていると、これ平日と日関係ないんですけども、今奥に見えております E235系ですね。総武快速線に直通していく列車と並走することがなるんですよね、ここから先しばらく。2階建てが並びます。なかなかかっこいいよ。向こうも普通列車グリーン車は2階建てですから。 E235 系と285系の並走です。ガラガラだね、今日。向こうも普通列車津田沼駅。向かい側の列車も東京駅にもちろん行くわけですけども、おそらく東京駅到着はサンライズの方が多分早いと思います。向こうの列車はね、武蔵小杉とか経由して東京を目指すわけですから。
この並走を見るのが結構好きなんですよね。もう造血1号車なんで一番後ろの号車になります。これ抜かれますね。車掌さんもこっち見てます。面白いよねやっぱこういうのね。行っちゃいました電子レンジ。この後また山手線とかもね並走することになりますけども、同じ E235 系ですから。列車は品川駅を通過しています。品川駅の6番線ですね。向かい側には京浜東北線、あと5分ぐらいで終点の東京です。放送が切れましたね。あと5分少々で終点東京駅に到着ですって多分、ね、言いたかったんだと思います。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京です。新幹線山手線京浜東北線中央線上野東京ライン総武快速線京葉線と地下鉄丸の内線はお乗り換えです。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。列車は京浜東北線と並走しながらゆっくりゆっくり東京駅に入線です。東京駅は8番線に到着ですね。折り返し回送列車として車庫に入ります。というわけで今回はソロ個室上段使ってきましたけども、安定のね素晴らしさでしたね。降りましょう。78分終点東京に到着でございます。帝国通り到着となりました。今回ね寝台特急サンライズ瀬戸号小島岡山県の倉敷市から乗ってきましたけどもね、非常に爆睡もできて快適に来ることができました。今回285系のダッシュ5編成なんで JR 西日本の編成でしたね。ちなみにね左側に止まってる新幹線奥の方に見えると思うんですけども、あれ北陸新幹線 W7系なんですよね。今東京駅には JR 西日本の編成が2本並んでいます。はい、というわけで今回はサンライズ瀬戸号の乗車駅でした。特にトラブルもなくね無事に到着できてよかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。